どうも料理のお兄さんリュウジです。皆さん雪見大工夫のお時間ですよ。この間のライブ配信で、かなりですね、いろんな反響がありましてですね、たくさんの方からですね、この雪見大工夫の投稿がですね、あれからぐんと増えまして、なのでですね、今日は、皆さんが投稿してくれた雪見大工夫の中から一つ選んで再現させていただこうと思っております。それでですね、僕が、今回選ばせていただいた雪見大工夫はみたらし大福です。みたらし大福、ちょっとあれですね、僕はみたらしね、実はですね、僕はみたらしがですねちょっと苦手なんですよね。なんですけど、味をちょっと想像した時に、雪見大福がね、かなりミルキーでマイルドなので、それと合わさった時にどんな味になるかっていうのがですね、料理研究家的にめちゃめちゃ気になったので、なので今回ちょっと、挑戦させていただこうと思ってます。今から実際に作っていきたいと思います。はい、それではですね、材料をからいってみたいと思います。まずはですね、雪見大福ですね。お醤油が大さじ1、お砂糖が大さじ1、片栗粉が小さじ1、砕いたくるみですね、はい、こちら適用ですね。あと、お水、こちらが 50cc ですね、4分の1カップになります。はい、それではですね、早速作っていきたいと思います。まずですね、ナッツ以外の材料をすべて鍋に入れていきます。お醤油、お砂糖、お水、片栗粉ですね。はい、この状態で火にかけます。火加減は中火ぐらいで大丈夫です。よくね、片栗粉溶かしてください。で、混ぜながら中火で加熱していきます。混ぜながらやってくださいね。混ぜないとダマになりやすいですので、熱が加わってくることによってこんな感じですね、とろみが出てくるんですね、ここまでなら結構早いです。で、少しふつふつさせてください。もうね、こんな感じ、見たりもう一瞬です。これぐらいですね、鍋の底にこう線がかけるぐらいのとろみ具合になったら、みたらしソースは完成です。はい、それではですね、早速盛り付けに行きたいと思います。じゃあですね、雪見大福ですね。今回ね、雪見大工夫ですからね、このまま食べてもめちゃめちゃ美味しいんですけども、今回はね、ちょっと工夫しながら食べていきますよ。はい、こんな感じでね。で、ここに先ほどのみたらしソースですね、こちらをかけていきます。はい、この上に砕いたくるみをちょこちょこと乗せていきまして、はい、こちらでですね、みたらし大福の完成です。はい、それではですね、出来上がりましたので食べていきたいと思います。ちょっとね、緊張しております。はい、あ、でもなんかあれですね、ソースがね、あったかかったので、すごくソフトな硬さになってますね。このみたらしソースもたっぷりつけていただきます。うん、美味しい、めっちゃ美味しいです。このみたらしのね、ソースの中のこうお醤油が使われてるので、結構ねしょっぱみもあるんですね。これがですね、雪見大福のこの甘さとですね、マッチングしてて、とても調和が取れてると思います。あとですね、このレシピ作った方ね、ナッツをね上にかけるの、これすごくいいですね。食感が、プラスされてですね、お店で出てくるデザート食べてるような感覚になります。これね、とっても美味しい。でね、僕みたらしあんまりダメっていうのが、かなりですね、お醤油の味が強いっていうのがですね、あんまり好きじゃなかったんですけども、これだとですね、その、お醤油の尖ったですね、味を、雪見大福の、クリーミーさがすごく包み込んでくれるような感じがしますね。とっても美味しい、すごく計算されたスイーツ、はい、計算されて作られたスイーツの感じがします。これはちょっと、これ考えた人料理家じゃねえのかな、大丈夫かな。うん、とっても美味しいです。味変としてはすごく高度なことをされてますね、これね、これはですね、みたらし好きな方でもそうでない方でも一回やってみる価値あります。このソースの調和がすごく技ありだなっていうふうに思ったので、皆さんですね、ぜひこちらのみたらし大福やってみてください。新しい味の開発に困っている雪見大福さんが雪見大工夫を開催しており、雪見大福に一工夫加えた開発アイディアを募集中です。アイディアでは愛していることにもこだわらないというですね、非常に面白いキャンペーンになっております。またキャンペーンに伴い、皆さんが
投稿してくれた雪見大工夫が見れる雪見大工夫室も解説しています。詳しくはサイトをチェックしてくださいね。